Hi guys, konnichiwa, watashinona maiwa, arekasu desu, and this is Cookie Chair channel, and today I'm gonna watch the video Ken Shimura and Masashi Tashiro, Old Cleaning Lady. I hope it will be fun, subscribe to my channel, Ikozo, let's go! すがすがしいな。よし、Oh. みんなが来る前に Office 一仕 job. 事片付けちまうか。I wish, guys. I wish. Okay. おはようございます。私はビルの掃除の係でここに派遣されたものでございます。ああ、お掃除の方ですか。今日初めてのもんでよろしくお願い申し上げます。ご苦労様です。よろしく申し上げます。 This old lady working as a cleaner. Okay. 課長さんでございますか。まあ、あ、そうも、よろしくお願い申し上げます。で、課長さん、ずいぶんはようございますね。ほら、朝は電話もかかってこないしね。静かだから、仕事がはかどるもんだから。朝は仕事がはかどるでございますか。さすがでございますね。課長になる方はやっぱりやることが違うございますね。そうですか。やっぱり出世なさる方はやることも考えることも全く違うございますね。私もね、せがれがいるんですけどもね、まずまあ出世が遅いですよ。給料上がらないしね。うちのせがれは容量が悪いっちゅうですか。あとまた人がいいっちゅうですかね。人を蹴落としてまで俺が出世するんだとか、そういう気持ちはないですからね。おばあちゃん、心、それはなんか俺に当てつけに言ってるわけ。それは、いやいやいや、課長さんはこんな早くから仕事なさって、そりゃそりゃ立派な方でございます。それに引き換え私のせがれなんざ、まあ出世が遅い、やれ給料が上がねえと、もう愚痴ばっかり言ってね。ただね、人がええですよ。人を蹴落として俺が出世してやるんだとか、そういう気持ちが毛頭ないですからね。だからさ、それは俺に当てつけに言ってるわけ。いや、とんでも、課長さんは立派な方でございます。皆は分かりますでございますからね。お掃除しに来たんでしょ。そうでございます。じゃあ始めてください。ああ、分かりました。邪魔しちゃいけないですからね。He's speaking like really old lady, real old lady, you know? 10回目なんですよ。前の会社はみんなあんたは邪魔だってね、クビになったんでございます。生活の方はね、年金でなんとかやっていけるんですけどもね。なぜほら、孫にね、おもちゃの一つも買ってやりたいなと思いましてね。そのためにね、孫がまた可愛いもんで、おばあちゃん、あのゲームが欲しい、今度はこのゲームが欲しいなんてなことを言うもんでね。おばあちゃんさ、私、瞳と申しますね。ひーちゃんって呼んでもらえれば結構でございますから。なんとでも呼ぶけど、さっきも言った通り、ほら、朝だからね、仕事がはかどる。朝は気持ちよくてはかどりましたね、仕事が。そのために僕は来て仕事してるから、静かにしてもらえるかな。私、邪魔で、しゃべりすぎです。申し訳ないことでございます。で、私は掃除をしに来たでございますからね。掃除をしなきゃいけない、お仕事の邪魔しちゃいけない、掃除だ、掃除だ。一口に掃除と言いましても、非常にこれが大変なことでございましてね。まず、燃えるゴミと燃えないゴミを分けなきゃいけない。これが最低社会人の常識だなんてのことを言いましてね。これははっきり言って燃えないゴミでございますね。これはもうすぐ、もう一目ぐろうですぐもう燃えちゃいますからね。これも燃えてしまうな。おっとっとっと出たな。これが燃えないゴミでございます。おばあちゃんさ、ひいちゃんひいちゃんさ、その燃えるゴミ燃えないゴミはいいんだけど、いちいち言葉にしねえでくれるかな。ね、年寄りは何するでも口出さねえとできない。それは分かるんだけど、ほら、僕はほら仕事はかどんないから。ああ、そのために朝早く来てるわけだから。私うるさいでございますか。そうそうそう、年寄りは一人だとね、寂しいもんだから、ついつい喋っちゃうでございます。じゃあ声出さなきゃいい。そう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 。
声出さないのもいいんだけど、掃除になってないでしょ、それじゃ。いや、最初はあの、trying to be quiet. まず鼻から分けといて、それを今度はあの一緒に捨てるですから。それはいいんだけど、あんまりこう目立たないじゃん。静かにした方がよろしくございますね。八王さん、はい、あのこんな部屋に男と女が二人きりでなんか妙な気持ちにはなりませんか。全然ならないよ、全然ならない。あ、そうですか。こういうのもオフィスラブというのに。言わねえよ、そんな。全然言わない、そんなこと起こりえない。私ね、じいさんが死んでから30年なんですよ。だから何もこんとこ音立たなくてね。そりゃそりゃ、いや、それは俺に関係ないことでしょ。でもね、課長さん、女というものは骨になるまで男が欲しいもんで。いや、お前は関係ないよ、そば言わないでよ。これ使ってもか使わねえよ。こっちは痛いかもしれないから。これじゃあ水分がなくなっちまう。いやいや、そうじゃなくて。気持ち悪いっていうのを掃除しちゃってよ、早く。ああ、申し訳ございません。今すぐしちゃいますから、掃除を。あ、ちょっと、何ですか？お茶入れましょうか。あ、それはいいね。ねえ、ちょっと入れてもらおうかな。お茶入れましょう、今ね。朝はやっぱりお茶飲んで、目覚まさなきゃ。お茶飲んだな。お茶っぱございませんね。あんたどうしたんだよ。まあ、そうだ、少し残ってます、少し残ってます。何してんのよ、掃除しなきゃいけない。今すぐお茶入れますから、申し訳ございません。今すぐお茶入れますから、はい、はい、これはこっちでね。私はね、いつも朝ちゃんとお茶入れてるんでございますから、すぐ、今すぐお茶入れますからね。あー、熱いよ、ほら全部こぼれちゃってるよ。お湯が出ないですけど。いや、出てるよ。あ、ちゃちゃちゃ、ちょっと、まあ、こぼれ、あの、これ壊れてんじゃない。壊れてないよ、これ逆なんだよ、ほら、こっちに出んだよ、こうやって。うちのと反対だから。いや、みんなどこでも同じだよ。うちのはこっち側で出るだろ。でも置き方によって違うんだよ。あ、置き方が違うんですか。 Reminds me my grandma。 このビチョビチョして書いといてもらわないといけない。これ今すぐ、oh, I'm tired to smile。 申し訳ねえことでございますね。あー、あれ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 、あんた拭いてよ。はい、申し訳ございません。今すぐやりますから。本当に仕事の邪魔ばっかりしてまして、どうもすいませんね。ああ、こんな濡れちゃってじゃないですか。ああ、すいません、ことでございます。ああ、何消しちゃうんだよ。今電話してたんだから。電話中ですか。今申し訳、今拭かないと。なんで濡れてるの、この服拭くんだよ。申し訳ございません、本当に。今すぐやりますから。もういいから、ここで絞んなよ。どこで絞ればいい。どっかあっちにあるだろう。はい、はい、申し訳ございません。私邪魔してますか。静かにはかどんないから言ってるでしょ、さっきから。あ、申し訳ございません。あ、邪魔ばっかり言っちゃって。静かにしてるべや。ずいぶん難しいお仕事のようでございますね。いい、まあね。This guy have a lot of patience. I don't know what I'm doing.今やっとせっかく仕上げたやつなのに。申し訳ございません。もう一回一から出直すということで。私がやるんだから。何やってんのよ、もう。すいません、いじんないで、もうそういうとこの。はい、いじんないで。はい、たく課長さん、課長さん、何ですか今度は。ごめんね。いいよ。A lot of patience。 課長さん、何ですか今度は。あの、私ね、3時半に起きてからまだ飯食ってねえだけど、朝飯食ってもよろしくございますかね。それ構いませんよ、どうぞ。ああ、そうですか。課長さんは朝飯は食ったんでございますか。はい、食べましたよ。ああ、そうですか。奥さんがちゃんと作ってくれてございますか。ええー、おかげさまでね。ああ、そりゃいい嫁さんでございますね。朝から何食ったでございますか。いいじゃないですか、お前、人のうちのことは。食べればいいでしょ。
あそこでパン買ってきたですよね。やっぱりウイスさんだ、ウイスさんだ。喉が。牛乳を飲まねえと、牛乳を飲まねえと。何してんの。あれ、まあ元気だこと。何してんのよ。今牛乳を飲もうと思ったんだけど。人に飛ばすことないでしょうよ。やめなさいっての。あのね、早くとっとと掃除して帰ってよ。はい、今です。やります。早速やりますから申し訳ございません。今やります、ね。のために早く来たんだから全然わかんないよ。たく。Okay guys, this video reminds me how old people like trying to be helpful and trying to help you with something, and in maybe in their mind it's look like a pretty good job, but from another side it's usually it's looking something like this, like some help from this old woman to this guy. You know what I mean, guys? Ken Shimura is amazing actor. I was smiling whole video, my cheeks now have a pain. And I hope you guys enjoyed it with me. Subscribe to my channel and see you next video, guys. Bye.